あれ？ちょっと待って。これ最初の画面なの？とりあえず今ね、オプション設定で、コントローラー割り当てじゃなくて、上下だけ変えたところ。カメラか。カメラ操作方法を上下反転に変えたところで、やろうかなと思ったんだけど、絵がないんだけど、絵が。まあ、始めますか。皆さん、こんにちは。ミカミックスです。バイオハザード3ですね。バイオハザード 3RE。まあ、ちょっと何の略かわかんないけど、やっていきましょう。マジでここ最初の画面なの？まあ、ニューゲームでしょ？で、まあ、スタンダード。まあ、スタンダードでいいでしょう。始まったね。いや、普通に最初の画面 なんか真っ暗だったわ。このパンデミックはかつてないほど急速に広がっています。すげえ実写っぽいんだけどさ。実写？当局は今夜再び暴動の対策を。人々は暴徒たちに犠牲を作られてたらすごいよ。 CDC はすでに国の中西部地域を隔離し、献身、誠実、品位、これこそマジ普通に実写なんだけど。基礎をなす根本的な価値観なのです。実写じゃないかもしれないけど、もう区別がつかない。ここまで進化してる。そしてこの基礎こそが我々人類にとってより明るい未来を作っていくのです。これわざわざ撮ったのかね、実写だった。バイオハザード RE3。 いや、街並みは綺麗だね。この夜景というか。これあれかな、タイラントかな。コードネーム、ちょっと見えなかった。で、ジルかな、これは多分主人公。あれ、ジルってまあ住んでるんだよね、ラクーンシティに。てか、みんなさ、ラクーンシティに住んでんのかな。あれ、あれで動ける、あれ、これで動くの。あれ、なんていうのこれ、 FPS 視点だよ。え、ジルだよねこれ。え、それともなんか感染しちゃった人かなみたいな。窓開けられる。え、窓閉めたのか今どっち え、なんかこれだけ見るとさ、すげえバイオハザード7っぽいんだけど。ここ写真があるね。え、これ誰。あ、別に、あ、なんかジルの好きなアーティストかな。いや、そもそもジルかどうかがまずわからない。え、だって体験版やった時さ、めっちゃ普通だったね。なんかいつもの、あ、バイオハザードだなっていう感じだけど、今これだけやるとバイオハザード7の方を彷彿させる。あ、でもこれ多分操作ファイルだから、やっぱりジルかな。ラクーンシティだね。で、これ多分女性ものだよね、洋服的に。うん、CD とかあって、まあそういう時代だからね。いや、いや、マジでバイオセブンだぞこれ。外は出れないよね。え、マジこういうスタートなの。ここ洗面所かな。あ、ジル？え、ジルだよねこれ、鏡に映ってんの。あ、ジルだね。拳銃が置いてある。水、あ、水きれいだな。ちなみにアメリカの水ってどうなの。あ、血が出てる。
あ、これはなんか夢っぽくない？まあそりゃそうだよね。こうウイルスがばらまかれてさ、その中で生きてたら悪夢見るよね。俺だってホラーゲームやっただけで悪夢見るから、だいたいその日の夢は悪夢を見るっていう。自分が感染する。ああ、それでもうゾンビになるくらいだったら。まあそうだよねっていう夢だよね。もううんざり。毎晩ひどくなってる。え、でもやっぱり動ける。え、この視点で動くの？え、なんか説明書とか全然見てないけどさ、その FPS 視点と TPS 視点を変えられますみたいな。いや、そんなんじゃないと思う。もちろん銃とか構えらんないから。いやいや、今のところはバイオハザード7の流れ。え、でも体験版がね、普通にあれだったからね、途中からいつもの感じに戻るんだろうけど。飲みすぎた。薬か、何の薬だ。いや、でももうバイオハザードが始まってから何日目？カレンダーあるけど印の意味がよくわからない。この街ともさよならできる。え、さよならできるって。いや、なんか元々のバイオハザード3のストーリー忘れちゃった。ジルのレポート、セプテンバーの26、1998年、アンブレラ社の引き起こしたあの事件から2ヶ月が過ぎた。謹慎処分を受け、捜査は思うように進まない。これまでに分かっている情報を書き残し、事件の真相を暴く足がかりとすることがスターズとしての最後の仕事になるだろう。 T ウイルスについて、感染者をゾンビ化させるウイルスの感染経路は多岐にわたる。感染者に噛まれたことによる血液感染、死肉を食べるカラスを媒介に接触感染、感染力の強さから飛沫感染も十分に考えられる。ただあの事件から生還した者たちは自身を含め未だ発症には至っていない。これがウイルスの潜伏期間であるためなのか、我々が偶然にも抗体を持っていたためなのかは不明。今後も調査ないし経過観察が必要と思われる。自身は体温脈拍ともに異常なし、しかし楽観視すべきではない。現在がウイルスの潜伏期間である可能性を考慮し、最悪の事態に備える必要がある。なんかもうちょうどさ、このウイルスの時期だからさ、なんかね、いろいろ思うところがあるよね。これ発売もなんかカプコン的にはね、なんかどうだったんだろうね、よくわかんないけど。調査メモ、アンブレラ社、業界シェアナンバーワンの大手製薬会社。製薬事業を隠れみのに兵器の開発製造に注力、秘密裏に生物兵器の開発も行う。アークレイ山中の研究所で T ウイルス、漏洩、洋館事件を引き起こす。ラクーン死刑上層部と癒着。ウォーレン市長にも多額の献金。マッチを実質的に支配。まあそうだよね、だってワンの続きだからね、ジルからすれば。封のされていない手紙、監視役の連中が向かいの窓から私を見張ってる。雇い主がアイアンズなのかアンブレラなのかわからないけれども、どちらでも大差はない。奴らの狙いは私の気力を削ぎ犯行の手段を奪うこと。目論見は大成功ね。ここ数日食事も睡眠もまともに取れていない。頭の中がぐちゃぐちゃで生ける屍になった気分。でも負けはしない。私は最後の瞬間までジル・バレンタインとして生きることを望む。だからこの町を出て連中の罪を白日のもとにさらそうと決めた。奴らは間違いなく口封じにかかるだろう。もしも私に異変があったと耳にしたら、この件を引き継いでほしい。同封する捜査資料が糸口になるはず。無事にあなたの手元に渡ればの話だけど、引っ越しまで残り5日の夜に全てがうまくいくことを願って。これは誰、クリス宛て？結構あるね、同僚からのメッセージ。我らがエースジル・バレンタインへ、相棒元気にやってるか。アイアンズの野郎が君に停職処分を課し自宅謹慎させたこと、未だに信じられない。7月に起きたあの地獄から生還した者には勲章が贈られたっておかしくない。抗議するのも当然だ。君をかばえなかった俺には頭に来ているかもしれない。本当に悪かったと思ってる。何もかもあっという間に決まっていたんだ。死刑の花形だったスターズが解散させられて、俺は職を失うのが怖かった。ラクンシティを出ようとしていると聞いた。君が定職を受けて
おとなしく引き下がる弾じゃないのは分かっていた。だがアンブレラを追い詰めようとする君を奴らが黙って見過ごすはずがない。どうか身辺には気をつけてくれ。永遠のスターズアルファチーム、ブラッド・ビガーズ。誰だっけ、分からん。追伸、検閲を避けるためにピザ屋の宅配員にメッセージを託す。特大ミートピザは同僚一同からの差し入れだ。しっかり食えよ。もうメンバーを覚えてない。ああ、一応行けるね。やっぱりこの視点怖いな。一人称視点。いや、デブはだいぶ肌ツヤツヤだね。いやいや、ツヤツヤですよ、ツヤツヤ。全然大丈夫ですよ。なんで水が出しっぱなしになってるのかわからない。お、いつもの画面になったね。電話、誰だろう。とりあえずここを開けよう。うん、あれ、これは何だ。あ、向こう側の電話ってことか。ちょっと待ってください。電話のかけ主だいぶしぶといね。何コール鳴らしてる。ガチャ。もしもし、はい、チュー、大丈夫か。ブラッド、どうしたの。今すぐそこから逃げろ。何があったの。説明してる暇はない。そこから逃げろ、今すぐ。分かった、荷物を。うわ、いきなり。いきなりすぎ、もしかして。イベントでなんとかしてくれ。顔は隠れてるね。さすがだ、反射神経が半端ない。あ、やばい、とりあえず逃げよう。おおおお、これはアパート？それとも全部自分の部屋？ここから離れなきゃ。お、ちゃんと逃走経路。こういうところにちょっとアイテムがあるのか気になるけど、まあまずは普通に逃げよう。ん？あの人。すまん、今はそれどころではない。でもあいつはジルしか狙わないのかな。おう、脇腹をだいぶやられてる。さすがだね、こういうの特殊部隊だけある。同じとこ。うわ、タフすぎでしょ。で、一回ずつ降りるのか。来てる。もう大丈夫。そう、なわけないよね。試作品だからかな。知能指数は低そうだ。ほら、まあでもこれも実験体なんだろうな。もうちょっと知能をつけなくてはみたいな。まあ力脱出する。初めての脱出。え、ブラッド、もう助けろよ。大丈夫か。あいつ何なの。さっぱりわからん。ただスターズの生き残り二人を消しにかかってるのは確かだ。君と俺はな、ここから逃げないと。街を見てみろ。ここにいたらもっとヤバい目に遭うぞ。そ
そのままじゃなんかノロノロ歩いてるよ、ね、いつの間にこんな状況に。それもわからんだが、悪いことっていうのは重なるもんだからな。結局アークレと同じありさまだ。いや早く走れないんですけど。おい待て、待ってくれ。あ、走ってる。行っちゃう。これ現実なの？こんなに大勢感染するなんて。ブラッド気をつけて。こっちだ。なんて数。あれ拳銃結局持ってきたんだっけ。いや持ってくる前に逃げたんだっけ。いやいや無駄でしょ。奥にドアがある、行け。こもれた。あ、これナイフじゃない。落ち着いて、一緒に逃げるのよ。いや、どうなるか分かってんだろ。いいえ、分からない。仲間だよな。もちろんよ。それじゃ頼む、俺みたいにしくじるな。行け。ごめんなさい、ブラッド。ここで拳銃ゲットか。弾は来たか。倒すべき、逃げるべき。まあきっと倒せってことなんだろうな。ヘッドショット。しまった、外した。これほんとさ、もう外すとさ無理だよ。やっぱり戦わないべきだな。逃げよう。おう、この脇腹いつなの。げ、弾少な。無駄弾を撃ってしまった。ちょっと弾を確保したいけど。製造所の皆さん、駐車場の屋上へ向かってください。駐車場ね、了解。ちょっと探索したいけどな。大丈夫ですか。いや、ダメでしょ。おう、近づくんじゃない。大丈夫、聞いたでしょ、ヘリが救助に来てるの。救助だと。俺はここから出ないぞ。駐車場は近いわ、私が案内。この中がどこよりも安全だ。食料はいいけどね。ねえ、あなた名前は。ここにいたら取り残されるわ。私はダリオロッソだ。助けるふりして俺からこの場所を奪うつもりなんだろ。お顔当たれよ、お嬢ちゃん。お嬢ちゃん、どうか落ち着いて。私は警官よ、力になるわ。そうかよ、警察はいつもヘマばかりしてるがな。力になる。だったら奴らの一匹でも逮捕しろ。すいません、その一匹すら倒せなかったっす。噛まれちゃって。このチャンスを逃したらもう誰も助けに来ないわよ。私はどこにも行かない。死体野郎に食われるぐらいならここで上にする方がマシだ。まあ確かにね、どっちがいいかって言われたらなかなかね、ゾンビに噛まれんのも怖いよね、やっぱり。まあ、いや行こう、ほっとこう。これだけ言っても無駄なんだ。弾よし、7発リロード。9発入るのは9発か。ゾンビは追っかけてこないね。体力は減ってるけど。おお、いるいるいる。犬か。ん？どっちだ？この狭いところか。ああ、これ怖いよね。ほら、たま、こいつ絶対来るよ。来なかった。この死体は？いや、なんかアイテムがないかはね、気になるからね、やっぱり。おお！噛まれなかった。どうする？このまま突破しよう。押さないとダメ？
いやいやいや。屋上。早く。弾がないかだけは見る。あいつ何やってんだって思われそうだけど、弾を探してるんだよ。この気持ち分かってくれんだろ、ヘリコプターの操縦者。カプコン製は墜落するからね。でもほらこれがカプコン製です。やつか。えっ、ごめん。謝る必要はないでしょ、もう。あ、もう早く動いて。俺車のこと詳しくないけどさ、このエンジンがかからないってさ、どういう状況なの？ R2 かすんかい。本当からそう、やっぱり。え、 R2 なんか連打とホールド選べるんだよね。連打が早ければ連打の方がいいのかな。やばくは。あ、そっか、1998年製の車ってエアバッグ搭載されてるのかな。どうなんだろう。もうちょっと前のことだからね。もろともしない。え、動く？俺が動く？ちょっと待って待って待って、いや、やっぱり動くな。ロケラン。もう大丈夫だ。あなた誰？ここで何を？俺はカルロスだ。助けに来た。さて、まずは安全な場所へ。四連装ロケットランチャーだけど、弾なくなったのかな。二発撃ったよね。ってことはもう二発使ったんだ。一難去って。よし、もう大丈夫だ。だといいけど。この先に生存者を集めてる。この先って？地下鉄の車両をシェルター代わりにしてるんだ。安全だ。大丈夫。顔ごすぎか。そうか、分かったよ。よし、行こう。カルロスについていく。てかさ、バカが閉めたんだ。カルロスって別ルートで行く。名乗ってなくね。あなた、あの怪物を知ってるの？いや、あんなやつ初めて見た。でもゾンビとは違う。明確な意思を持って行動してる。好みじゃないか。お断りよ、あなたに譲る。なんかいつの間にか腹治ったね。なんでだろう。相手もなさそうなんで進んでいこう。最初に食らったダメージって今どうなってんだろう。ここまで来たら安心だ。俺らはアンブレラのバイオハザード対策部隊、通称 UBCS。 アンブレラ？ちょっと冗談でしょ。あなたたちがこの全てを引き起こした。落ち着けよ。何のことだ。俺らはみんなを助けに来た。アンブレラの何がまずい。アンブレラの何がまずい。信じられない。あなたたちのせいで感染者が次々に出てるのよ。そうか、それは初耳だな。別に信じなくてもだが、まずはシェルターに行こう。な、行こう。ここだ。まあ、下っ端戦闘員には
知らされてないってことだね、アンブレラの闇は。時間は12時23分くらい。もう一個向こうだっけ。これで体験場へつながる感じか。隊長、このレディーが助けがいるそうだ。このレディー、カルロス、お前は彼女の名前すら聞いていないのか。彼女はラクーン市警の特殊救助部隊に所属するエリート隊員なんだ。確か名前はなんとかバレンタインだったよな。ジルよ。ああ、よろしく、ジル。UBCS 小隊長のミハイル・ビクトールだ。我が隊は市民救助のために派遣されている。そう、それで状況は。この町は完全に分断され孤立している。10万人の市民のほとんどが死ぬことになるだろう。いや、死ぬんじゃなくゾンビになる。我が隊にも甚大な被害が出ている。生き残るだけでも精一杯の状況だ。ご立派な雇い主のおかげね。まあ、我々としてもあらゆる手を尽くしている。この地下鉄を動かすことができれば生存者たちを避難させられるんだが、助けがいる。我々だけでは手が足りない。分かった、力になる。市民のためにあなたたちじゃない。それでいい、大事なのは市民。ありがとう、ジル。じゃあスーパーコップさん、持っていきな。これで連絡が取れる。無線ぐらい知ってる。まず大事なことから。まず物資を復帰しろ。地上階に上がれ。そこにある。分かった。体験版も言ったっけ、その銃よこせって。装備は結構いっぱい、なんか手榴弾とか持ってそうだよね。何にもくんないの。何にもくんないでさ、行けとかひどくない。こりゃまたひどい傷だな。それ治るのそれ。服の上からさやってるけど、スプレーの無駄遣いじゃないか。まあいいか。でも救急スプレーは、この世界はそういう効能があるんだな。というわけで、まあ、ちょっとね、最初はもう本当にイベントで進んできたような、感じですけれども、じゃあ次回から、本格的に街の方、探索というか、進んでいきたいと思います。じゃあ今回はこれで終了します。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、ツイッターのフォローしていただければ幸いです。